はい、どうもこんにちは、マーディアンです。本日ですね、マリオカート8デラックス追加コース第6弾の方をどんどん続いてまいりましょう。はい、ということでですね、今回の追加コンテンツはですね、どんぐりカップ、まずですね、ローバーアバンシー、これマリオカートツアーのやつからいきたいと思います。はい、行きましょう。 GO! ツアーのやつはほぼ初めてだから、やっぱなんかやっぱりマリバンとさ、なんかさ、マリベの癖でなんか Y を押す癖ができちゃったんだけど、これあれちょっと持ってんな、こいつ持ってんな。はい、ローマってことはイタリアだよね、これ。うわ、これなんか闘技、これなんか闘技場だねいきなり闘技場の上よかしてるっていうね、うん、あの古い闘、多分古い闘技場と思うんだけど、なんだこれ。はい、イタリアといえば、あのね、私ですね、昔あのキャプテン翼 J っていう、まああのコミックをちょっと一巻読んだことありまして、 J じゃねえ、あのなんかワールドユース編だったかな、あれで、なんかなんかね、大空翼じゃなくて、あの葵っていう子がね、主人公のやつでさ、でなんかイタリアのね、なんかね、インテルってとこをちょっとまあ舞台にしたの、なんか、なんかインテルなんか ユースだよね、インテル。あ、わかります、ここ違うんかい、これなんかインテルのユースチームをなんか舞台にしたやつでさ、なんか結構めちゃくちゃ面白かったんだね。うん、サッカーのことはぶっちゃけそんな知らないんだけど、やっぱりね、あの時日本では結構 J リーグが結構ね、まだそんな出たばっかりの頃だったからさ、結構盛り上がったんだよね。まあ実は私はね、大のプロ野球ファンではあるんだけど、であの時はね、ちょっとプロ野球ちょっと聞き、あの2年間に関してはね、ちょっとまあプロ野球の危機なんじゃないかっていうぐらい、ちょっとまあ J リーグの人気にちょっとやられかけたこともあったんだけど、まあね、あの2年目にね、あの長嶋巨人がですね、あの日本一になってくれて本当に良かったと思います。ということで、まあなんかすっげえ話しとれちゃったね。ということで、まあまあイタリアだからね、うん、おい、ちょっと待って、なんかなんで犬が、なんか犬が道掘ってんだよこれ。なんか犬ってそんな歯強かったっけな、本当によ。待て待て待て、ということで、はい、ねえ、コーヒー屋があるカフェってくるけどなんでコーヒー屋だけ売ってんだって感じね。そしてキノコはほぼ出てこない、うん、なんでチョルボンが出るんだこれ。マリカにチョルボンなんかいたっけな、本当に敵で。はいはい、クリア、マーニャンチャンネル。はい、ドキリカップ、ゲームキューブのですね、 DK 版でいただきます。ゲームキューブのね、マリカはね、ほんとかじ、あい、おお、マジか、かじたてるしかやってこないんだけど、あの多分ね、やっぱり一番印象強かったのはあのデイジークルーだったかな。これどんなコースだったかな、俺もやっぱりやれば思い出すのかな、このコースだ。どうなんだろうね、本当にゲームキューブはマジでかじたてるのしかやってこない。で、あのね、ガチでやったことないのはあの DS なんだけどね。うん。あ、でもこれなんか映像では見たな、これ、この感じなんか。おい、マジか。なんかパワー系ハゲになんかアイテム取れちゃった、本当によ。はい。で、ここね、多分ここ、このなんかさ、なんだ、ちょっとわかんない、名前が出てこない、わかんねえ。これなんかさ、外側になんか飛ぶやつのなんか名前、名称が出てこない、あの飛び方、よくスケボーでなんかジャンプするやつで、なんだっけ、ペペペ、うん、これ波打ってんだから怖えな、この足ね。うん。はい、DK キャノン、はい、まだ持ってんだよーんって。いや、マジか、オッケーオッケー、あ、誰か来てんな、はい、後ろ来てんな、ピーチか。はい、いや、ピーチもなんかあの映画が出てからさ、イメージ変わったよな。なんかさ、なんかこれまでのシリーズでほぼほぼなんかさ、毎回毎回なんてさ、クッパにさらわれるイメージは、おっ、あ、マジか、うー、あ、でもなんか無傷だね、トゲザです、無傷だ、なんか食らったことで。なんかね、あー、せっかく今さ、スピーカー持ってたんだよ、よくもやってくれんじゃねえか、スピーカー持ってってもよくもやってくれたなってね、あのサンダーでの、ほんとに。はいはい、やっぱバッカもういや、おいちゃい、よし、これこういうグラグラした橋がさ、なんかさ、現実世界になったら怖えなと思うけどね、ほんとにね。だって起こしたくねえもん、なんか最近結構そういう事故なんか多い、ニュースで結構多いみたいだけどさ、ね。
で、なんだこれは。これさ、すっげえこれなんか物理的おかしいな、この火山で。なんかさ、なんでさ、これさ、噴火してんのにさ、上にしか行ってない。お、マジか。なんでこれ噴火してんのにさ、上にしか行ってねえのって思うんだけどさ、普通なんか噴火したらさ、あれだろ、ほんとに。結構さ、横とかにさ、飛び散るはずだろって、いろんなのがさ、まあこれ岩とかさ、まあ、コロコロしてんだろうけどさ、なんていうかさ、なんていうの、この、あれだよね。よくな、この、なんか火山の、火山でさ、なんか、もうなんか、もうね、噴火してるとこさ、夜回りなんかさ、普通にこれ車走ってるような、のんきにさ、ほんとなんかもうね、地球上に存在しねえよ、この光景。あ、マジか！いや、来てる来てる。たまたま後ろか。ああ、よかった、間に合った。オッケーオッケー。誰が後ろ来てんの見えたんだよ、俺。マーニャンチャンネルー。はい、ドグリキャップ Wii のデイジーサーキット行きたいと思います。結構 Wii 多くねえか、なんか結構ね。結構今回のやつ Wii 多いような気が。逆にね、スーファミは少ないんだけどね。今回のコンテンツでスーファミのやつ1個久しぶりに来てんだけど、なんか全体的にスーファミ少なくて、なんか Wii が結構多いイメージなんだよ、なんかね。あれ、どういう判断基準なんだろうね。うん。いや。で、いや、本当にそこ俺なんか謎なのよ。どうやって選んでんだろうね、で、やっぱりちょっと、やっぱりバニラレイクとか本当に来てほしかったね。しんどけ、こら！イェーイ！俺の前走るとこういうことになるんでござんす。はい、ということで、はい、行くよ。よし、OK、OK。はい。デイジーといえばさ、あ、俺ば、初見、初ではね、なんか、ゲームボーイのあれだよね。あ、マジか、これ。この上からやられるのか、使えねえな、このバナナさんはね。このトリプルバナナ使えねえな、ほんとにね。うん。はい。でね、デイジーって最初誰やと思ったのよ。だって普通って言ったらさ、あれじゃん。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、こいつ罠に引っかかったよ、ほんとに。なんていうの、あれだよね。昔からマリオって言ったらさ、さらわれるヒグマやピーチでさ、ラスボスはクッパってイメージあったんだよ。だけど、ゲームボーイのね、初代のマリオランドってあってさ、あ、いっちゃ、マジか、俺は死んどけ、お前、マジで。イエーイ！俺のこと、俺に舐めたことするとそういうことなんの？お分かり？まあちょっと話し飛んじゃったけど、だから初代のマリオランド、ゲームボーイのマリオランドね、あれはさ、さらわれた姫がデイジーでさ、で、ラスボスがなんかタタンガって言うんだよ。誰よこいつって話だったよね、ほんとにね。うん。で、結局、まあデイジーは結構その後なんかね、マリオオープン、ファミコンのさ、マリオオープンゴルフとかでも出てきたんだけど、結局タタンガって結局あれっきりだったよね。マリオランドって何だったんだよ、あれ。だってさ、ノコノコがさ、あれ、踏むとさ、爆発すんだよ、あれ。あれ、蹴っ飛ばすんじゃなくてさ。ちょっと変な感じしたよね。はい、ということで、ゴール。マーニャンチャンネルー。はい、ドリングリカップ、これ最終コースで、パックンシンデでございます。これ、新作かな、これは。うわー、またこれ水中だよね。これさ、よくこれ息してられるな、はい。ということで、このやり方、私、知ってる方いらっしゃいました。教えてください、この水中で無限に息する方法があったら教えていただきたいんですがね。私は人間なんで、水中で長時間息することはできません。で、強いて言うなら、なんかよくダイバーの人が装着してる、口につけてるやつあるんじゃない、空気のやつ。あれがあればワンチャンいけんのかもしんないんだけど、どうやらここの人たちは、それをしてる素振りがございませんので、多分なくても息できんだろうなと。うん。だからそれ言ったら多分さ、普段のマリオシリーズのマリオなんかもさ、2D のシリーズに関しては、なんか無限に息してると思うんですけどね。なんかね、3D のやつに関してはちょっとね、なんか時間制限みたいな、あるみたいなんだけど、64とかそういうなんか 3D のマリオに関しては、あれ？なんかどうしたおい、マジか！俺失ってんだけど、緑コーラね。うん。はい。はい。しかもこのバイクさ、水中で乗ってて、ぶっ壊れねえのかな。マジそこでどういう、どういうなんかさ、風にできてるのか、本当にね、バイクを作ったメーカーに本当聞きたいぐらいですよね、本当にね。
あの現実のあのスクーターというのはさ、海の中で普通に走れるのかどうかっていうね、本当にね。そこはやっぱり、まあ、モーター、セルモーターなんかもそうなんだけどさ、あれぶっ壊れてるのかな、本当に。ということで、はい。いや、お前いんのかい、どうすんの、本当に。はい。はい。ててわお。あ、次はここだ。これあれかな、後にさ、あれだ、あれかな、ツアーに逆輸入されるコースもあんのかな。バカ、なんで前に投げてんだ、意味わかんねえ、これ。それにしてもさ、すげえお気づきの人もいるかも、いると思いますが、なんでこんな船が沈んでんでしょうかね。はい。うわ、やっぱ、こんなに船が沈むってことは、多分ね、ここのね、船を作ったね、造船業者は相当もうね、もうね、もう適当に作ってんだろっていうね。もうね、造船業者のね、評判をめちゃくちゃ落としておりますということで、これは一体どういうことなんでしょうか、私に説明を、ね、していただきたいですね、ということで。ということで、もうすぐゴールなのかな、どうなんだろう、まだゴールじゃなくて、まだ来んのかい、うん、やべえ。やべ、これ結構災難だな、これ。はい。はい、ということで、ゴール。